橋ャル氏の逆転勝利で幕を閉じた自民党総裁選1回目の投票では石破氏を上回る得票で1位だった高市早苗氏は21票差で涙を飲んだ敗因は何か永田町で総裁選を見てきた政治評論家の有馬晴美氏が解説する高市氏は自民党へ入党後2011年までは 後の安倍派になる姓は政策研究会に入っていましたが離脱しそれ以降は無派閥として活動していました安倍晋三元首相からは仲間を増やす努力をと言われてきて今回の総裁選でも当初は推薦人20人を集められるのかとの見方も出ていました仲間を作らない高市氏が1回目の投票で1位に なり決戦投票にまで残るのは意外ではありませんでしたか私も決戦投票は石破さんと小泉進次郎さんの戦いになると思っていましたところが進次郎さんは選挙戦の終盤に発言に中身がないなどの批判を受け失速してしまいました高市さんは票が集まらないのではという不安の声を打ち消し12日の告示には20人の議員らが「 推薦人に名を連ねていました,ただその推薦人の中には裏金を受け取っていたと党本部が公表している議員が13人もいることが明らかになりうち6人は党の役職停止などの処分を受けています裏金応援団とまで言われ批判が相次ぎましたが見方を変えれば裏金議員にとって高市さんは最後の砦みたいなものです 高市さんはこれまでの記者会見などで、裏金問題をめぐっては、党が聞き取り調査をして、厳正な処分を下している。追加的な調査は考えていないと明言しています。石破さんはそこまで言い切っていないため、裏金議員にとっては、これ以上、深掘りされたくないとの思いが強く、高市さんに票を入れたのではないでしょうか。1回目の投票では、 党員票でも高市氏は109票と石破氏の108票を上回っていました岸田政権が支持率を落としている一方で初の女性首相といった期待などを受け高市さんは着実に人気を集めてきましたまた批判は出ましたが高市さんが9月上旬にリーフレットを配ったことも票を集めた要因の一つだと思います 選挙管理委員会はかねて、金のかからない総裁選を掲げており、告示前でも政策パンフレットなどの郵送を禁止していましたが、高市さん側は、選管が通知した4日より前に送付作業を終えているため、ルール違反ではないなどと主張しています。選管は事態を重く受け止め、11日に高市氏陣営を口頭で注意しましたが、ペナルティなどはありませんでした。 このリーフレットの効果もあったのではないでしょうか。高市さんへの懸念が、結局、1回目の投票結果は、1位が181票で、高市氏、2位が154票の石橋氏で、決選投票前までは、高市氏がかなり優勢だと見えました。1回目の投票で、高市さんは、旧安倍派の党員票を多く獲得できました。石橋さんが得た、国会議員票は46票。 高市さんは72票でした安倍さんのお気に入りだったということもあり今回の総裁選でも故・安倍晋三首相の継承者の立場を確立していましたところが決選投票となり石破さんか高市さんかの二択となった時林義政さんや新次郎さん上川陽子さんらに入れていた議員は右すぎる高市さんへの懸念があり 石破さんに票が流れれたと見られます特に進次郎さんに入っていた票が石破さんへ流れたのが大きかったのではないでしょうかまた高市さんは夫婦別姓に慎重な考えを示しており靖国神社参拝には賛成など保守層からの支持を受けてきましたしかし今や多様性という言葉がキーワードとなり新しい価値観を認めることが 重要視されています高市さんの考え方は現在の世の中の流れに合わないと考えた議員が多くいたのではないでしょうか岸田文雄首相が行った派閥解体の影響はあったのでしょうか東海表日の朝麻生太郎さんが河野太郎さんを切り高市さんを支持する意向を固めたと報道されました 派はまだ自民党内で唯一残っている派閥ですが、麻生派からも多くの票が、石破さんに流れたのではないでしょうか。派閥の頭の指示に従うという古い価値観にことを感じた人も少なくなかったはずです。それくらい、高市さんの政策に危機感を感じたのではないでしょうか。また、これまで長年無派閥だった石破さんの派閥は関係なく、 んでやっていく姿勢に共感しした部分ももあるのかもしれません最後に今回の総裁選を振り返り印象に残った点を教えてください完全ではないものの自民党の派閥がなくなり初めての総裁選でした派閥の枠に縛られることなくお互いが自分の意見を表明できる環境が整い始めていると感じています 新しい政権には、これまでのしがらみを解いてほしいと強く願っています。以下は、ネット上の意見をまとめたものです。岸田さんでしょうね。岸田派は、高市さんには、入れるなという指示が徹底していたという報道が、ありますね。おそらく安倍さんの路線を継承する高市さんを、嫌がったのと、多くの議員が、あまりに保守路線の高市さんだと自分が次の選挙に、 危ないとかそんなことを考えたんでしょうね細かいところの投票の差は最後のスピーチによって気が変わってしまったような議員も若干いったような気がしますなぜあの時に高市さんは長々と自慢気な話をしたのか公明党のいきさつとかそんな話があの場で必要だったのか疑問でなりません一方で石破さんは謙虚で自分は人気がない 議員の方々にはあまり人望がなくて反省してるといったトーンでこれなら同調しても良いかなと思った議員もいたような気がしますねなかなか面白かった総裁選でした1回目の議員票では無効票はなかったのですが2回目の決選投票では5票ほど無効票がありましたよねここから察するにかなり迷ったものの無効票は避けたいという思いで記名された票は かなりあったのではと思います後に方の評判を聞いているとともに人望がないことからもありうるかなとでは石橋と記名した決め手の一つは何なのかと考えると私は決選投票前のスピーチかなと思うのですゆっくりと落ち着いた声で情緒に訴えかける内容の石橋とどこか浮ついた様子でまとまりのない長話となった高市氏 特に浮ついた感じはかなりマイナスですよね。気を引き締めなければいけない時にこの有様はリーダーの素質としてどうなのかと思わせるには十分だったのかと個人的に高市氏を応援して見ていましたがこのスピーチにはやらかしたなと感じました高市さんだと韓国中国の外交関係が悪化するのは目に見えています イスラエル、ベネズエラの対応で傍殺されている中で面倒ごとを増やしてもらっては大迷惑という状況でしょう高市さんの内向きの政治行動は外交的視野から見ると日本の評価と実益を下げるだけでプラスにならないだから高市さん以外を支援するという判断を岸田さんがしたことが石破さんの総裁選出につながったと思いますし外交は 岸田さんが引き続き続支援していくのではと考えます勝敗については派閥解体ゆえの議員間の駆け引きが効いているのだろうが党員でもない国民は知るよしもない石破氏のインタビューにおける安心安全というおなじみのワードに象徴されるような今の延長線上の増税政権になるのだろう国民としての敗北は岸田の防衛増税を廃止するという首相を 排出できなかったこと今後もメディアで安全運転のイメージ形成が図られるだろうが国民側で防衛増税法人税所得税タバコ税反対の声が盛り上げない限り増税は本当に確定してしまうので声を上げ続けなければ。